道友社は日本の模型製造会社である。正式名称は株式会社同友社。道友社は創業者内田和夫により、1951年に荒川区三河島町で有限会社として設立された。当初は紙製玩具の製造を行っていたが、1962年にプラモデルの製造を開始し、1964年にプラモデル専業メーカーとなった。 1978年には、旧、ア原模型の金型を引き継いで、日本の名城シリーズの販売を開始し、1990年頃より、旧、日東科学製の旅客機シリーズ、1992年には、山田模型の金型を中心とした、ノスタルジックカーシリーズの販売を開始した。1996年に株式会社への改装を行った。 2000年代初めの食玩ブーム時に発売した塗装済みプラモデルの翼コレクションシリーズは2011年現在でも新作の作られる人気シリーズとなっている。同社のラインアップは名城、名車などのプラモデルから収益性の高いラジコン、ミニチュアサイズの完成再色モデルや食玩などである。また近年はアジアの模型メーカーの輸入代理店として ミリタリーモデルなどの輸入販売を手掛けている。同友社製一、350スケール江戸城同友社はマイクロエースと並んで、すでに廃業、倒産したプラモデルメーカーの開発した金型を多数、保有している。生産休止中のものが多いが、近年のアンティーク玩具、模型人気に、後押しされた商品の復刻、再発売も行われている。 1990年代後期には、すでに失われたと思われていたマルサン商店製の金型を使用し、最初の国産プラモデル、ノーチラス号の再発売を行い、折からの開顧ブームで話題となった。他に、旧緑紹介製のシービュー号、スティングレー、ギララ、ビッグモグラスなどを再発売し、旧緑紹介版でのボックスアートパッケージを完全再現するなど、 最近のプラモデルにない昭和風味テイストが高い評価を得た。2008年にも国産プラモデル50周年を記念して、ノーチラス号野球山田模型のびっくり分解自動車などの再発売を行った。ありがとうございます。